任期満了に伴う足立区の区長選挙が今日告示され、現職と新人の一騎打ちとなりました。立候補したのは、届け出順に無所属の新人で共産党が推薦する元市民団体代表の斉藤真理子さん40歳と、無所属で3期目の当選を目指す自民党と公明党が推薦する近藤弥生さん56歳の2人です。斉藤さんは区内の演説で、待機児童の問題に取り組む市民団体を設立した実績を強調、区民の声が通る区政を作りたいとしました。保護者の皆さんの願いに応えて待機児童の解消をするためには、一番ニーズの高い認可保育園の増設を基本にした抜本的な対策が必要だと思っています。保育の質の向上をさせるためにも、きちんと公的な役割を発揮する足立区に変えていきたいと思います。近藤さんも区内で演説し、区政の8年間で犯罪認知件数が7000件台まで減ったとして、住みたい街ナンバーワンにしたいと訴えました。堅実な財政の中で区民の皆様方のご要望一つ一つ今までも実現してきたように、これからも私必ず皆さん方の思いを区政に生かし、皆さん方に大手を振って胸を張って足立区と言っていただける区を作るために、リーダーシップを発揮して先頭に立って皆さん方と共に働いていきたい。足立区長選挙は明日から16日まで期日前投票が行われ、17日に投票、即日開票されます。